マオマオの独り言。しかし美しいな。あー寝不足だ。今回もご苦労だった。いえ、なんとか間に合ったようで私も安堵しております。あの軍師から持ちかけられた話と聞いてムキになってしまったな。ここでマオマオの豆知識。花は茎から水を吸い上げ、導管という細い管を通って花びらの先端まで水を届ける。色水の水分は花びらの表面などから蒸発するが、色素は蒸発しないため花びらに色が残る。園遊会でもひときわ目を引いていたぞ。お役に立てたのであれば光栄です。うん、そこでだ。今度は何を咲かせて皆を驚かせようか。はい。真冬の桜はどうだ。あ、いや、真っ白なひまわりも見てみたい。あ、お前足無理するなよ。あとはそうだな、一本の茎から装備と百合が。はあ、体に害のない幻覚剤を開発した方が早そうだ。次回、宝仙花と片髪。ついにあの軍師に勝負を挑む。もう逃げない。